皆さんこんにちは。はい、もみヨガです。はい、ということで始めてまいります。今日は自分軸を強くするヨガプラクティスです。はい、本日は体幹をしっかり強化するようなヨガのレッスンとなっております。外側からのアプローチで自分の軸、自分軸を強くしていくことにもつながりますよ。それでは始めていきましょう。レッツスターティン、レッツスターティン、よくわかんないけどレッツスターティン、よくわかんないけど、それでは始めます。まずは四つん這いになってスタンバイです。肩の下に手首があり、腰骨の真下に膝があります。お腹が落っこちないように中にグッと引き入れて、お尻の穴もキュッと締める意識を持ちましょう。手は大きく広げ、中指真ん中です。膝がパカッと開きすぎないように足先を立てます。基本の四つん這いをインプットしてみてください。ここにいつも帰ってこれるようにしてみましょう。では吐く息で背中を丸めていき、背中をしっかりとストレッチかけていきます。しっかり外側から今から動かすんだよって、メッセージを送っていくような感じで、お尻をプリッと出し、背骨をしならせ、視線を正面、耳と肩を遠ざけて猫のポーズ、マラジャラアサナ。吐く息で背中を丸め、肩甲骨を広げ、ぐーっとお尻の穴を締めて、尾骶骨ちょっと前に押す感じ。吸い込む息でもう一度お尻をプリッと突き出すようにし、視線を正面、呼吸をしていきます。四つん這いにゆっくり帰って、お尻の穴を軽く締め直したら、右足を上げていきます。高く上げすぎないように、かかとお尻と同じ高さ、左手まっすぐ前、手のひら内側、この時に腰が反ったり体が傾かないように、中をしお腹をグッと締める、インナーを締める感じでバランスを取る。これだけで十分プラクティスです。手と足、体の下に引き込んで、さっきやった猫のポーズを組み合わせる。吸う息で伸びていきます。指先とかかと引っ張り合いっこ、腰反らないように右手に体重かかりすぎない。吐く息、背中を丸めてグッと中に引き込んでいきます。吸って伸びていきます。それでは左手だけ下ろしてあげて、かかと蹴り続け、傾かないようにもう一つ締め直してください。できた？この状態でゆっくりと右足をつき、左足を伸ばしてプランクポーズ。お尻が上がりすぎないように一直線、かかとをぐっと蹴って反らないように。今どう？右手にすごい体重かかってませんか？真ん中にしっかりと引き入れて、はーと吐いたらお尻アップ。吐く息でしっかり足首を使うようにして、足踏みです。しなやかに足首まで、足先まで動作する。動きを止めて、ぐーっとお尻斜め後ろ、手と手の間に右足一気に踏み込める方は踏み込みます。きつい方は膝をついた状態で右足を踏み込みます。どちらでも OK です。後ろのお膝を皆さん下ろして、足の甲を寝かせ、お腹を締めて体を起こしたら、手のひら内側同士向け合って耳の横万歳です。斜め上を見て勇ましく、そのままゆっくりと手を肩の高さ、少しだけでいい、斜めになってもいいので、ちょっとだけお腹からツイストしてみてください。真横見なくていいので、視線を少し後方に、そのまま前の手、左手を前の足の親指サイドにつけて、右手を空に上げ、指先を見ます。いけそうな方は後ろの足先をついて、膝を上げ、かかとしっかり蹴って、お尻上がらないように踏み込んで、吐く息お腹強く、上げている手腰です。左手ちょっと内側に入ってると思うので突き直す、この時もお腹締めてね、コントロールして、右手を下ろしてプランクポーズに帰ります。お腹中に締めて締めて締めて、ふーっと吐いたら吸う息お尻アップ、吐いて足踏みです。滑らかに滑らかに、動きを止め、吐いてお腹薄くしたら、手と手の間を見て、左足一歩いける方どうぞ、きつい方お膝をついて踏み込みます。お腹お尻締めた状態です。足の甲を寝かせて体を起こし、耳と肩
意識してね、肩上がらないように、ね、下げた状態で手のひら内側同士向けて万歳。呼吸をしていきます。体ぐらつかないように、そのままゆっくりと左側に体をちょっとだけでいいです、斜めになるような感じでツイストして、両手肩の高さ、そのまま右手前の足の親指サイド、左手真上に上げ、手のひら指先スーッと意識して、後ろの足先立てて膝上げられそうな方は膝が曲がらない、たるまないようにぐっと蹴って、太ももまで強く使っていく、ツイストをしてお腹をしっかりと使っていきましょう。お腹周りの脂肪を削ぎ落としていきます。呼吸で燃やしましょう。はい、そのままプランクポーズに戻っていきます。ゆっくりと上げている手、一度腰に置いて正面見たら、右手をちょっと体がこう足だけの状態になって、手をつき直して、できた。左足後ろ、かかと蹴って、ふーっと3呼吸、息を吸って、吐いて、お腹締めて締めて、ぐっとお腹使ってね、お腹ぐーっと吸って、吐いて、さあそのままチャレンジ、ゆっくり、ね、左手をお顔の下につき直して、ぐるっと体向けます。きつい方は膝をついて一回お休みしてください。いけそうな方は右手アップ。さらにチャレンジしたい方は上の足を上げます。さらに行きたい方はちょっと手をこう動かしたりして、バランスをわざと悪くして体幹を使う、こうやって後ろで足持ってもいいかな。チャレンジ、はい、でゆっくり足を下ろしてプランクに変わります。きつい方は膝をついて、いけそうな方はこのまま行きます。ぐるっとお体を、右手をお顔の下について、左手を腰です。このままでもいいですし、いけそうな方手を上げたり、上の足をアップしたり持ったり、体幹を意識して、少しわざと不安定な、こうちょっとこう旋回させたり、キープで下ろしていきます。さあ右手大丈夫だった？いっぱい体重かかりすぎてなかった？お腹で支えられましたか？お尻上げて犬のポーズです。吐いて吐いて吐いて、両膝ついて四つん這い。さあ背中で円を描いてぐーっとほぐします。呼吸で反対反対と、ゆっくりしたら四つん這いから背伸ばしに入っていきましょう。おでこをつけて吐いてリラックス。きつい方は両肘を曲げて、手のひらまたは拳にしておでこです。吐いてリラックス。さあこのままお体を戻したら、四つん這いの状態で右手を真横に上げて、またツイストします。真横に右手を上げたら、左の脇の下を通して右の肩とこめかみをつけていきます。こんな感じ。お尻左に突き出ないようにまっすぐ背骨のラインを意識してバランスよく使いましょう。お顔の前についている手、左手です。上に上げられそうな方は手の甲を仙骨のあたり、尾低骨のあたりにポンと乗せるか、右のウエストに巻きつけます。吐いてお腹の動きを感じていきましょう。吐く息ごとにお腹が縛ってくる、いらないものが燃えていく、心地の良い呼吸を味わって、ウエストに巻きつけている手をお腹の前、お腹からぐっとお顔の前に持ってきて、手で大地を押して右手抜き取ってきます。抜き取れたら一度チャイルドポーズでリセット。かかとの上にお尻、おでこをマット、口からはーっと吐いて吐いて吐いてリセット。四つん這い反対いきましょう。後ろの足先立てて、今度左手肩の高さ、右の脇を通します。左のこめかみ、肩をつけちゃってください。お顔の前についている手、上に上げ、手の甲を腰のあたり、尾低骨のあたりに置くか、左のウエストに滑らせます。巻きつけるような感じ。目をつむり、お腹の動きを感じてリラックス。呼吸を味わって。OK。巻きつけている手をお顔の前、手で大地をしてゆっくりと体を起こし、四つん這い、チャイルドポーズリセット。吐く息、口からはーっと吐いて。
そのまま四つん這いで最後プランクポーズです。右足左足後ろ、かかとを蹴ってお腹落ちないように、最後なんと5呼吸いきましょう。吐く息でお腹をぐーっと、そうそうそう、吸って、吐いて、かかとしっかり蹴って、お尻上がりすぎないようにゆーっと吐いて吐いて吐いて、息を吸って、3回目、吐いて吐いて吐いて吸って、4回目、今日も頑張りました。お腹しっかり締まってきましたよ。腰痛にもとってもいいですからね。自分のコルセットを作っていきましょう。吸って、そう、天然のコルセットが出来上がります。うん、腰痛はもう全然もう自分で気づかなくなってくる、そんな感じはい、 OK です。さあ、チャレンジしたい方はここからチャトランガダンダーサナ、肘を曲げてスレスレ床キープ、体前に少し送り出して、おでこをつけるか、2つ両手を重ねて、ほっぺた横向きにこうね、お顔を向けて、お休み、お尻フリフリ、さあ一度おでこを重ねた手に置いたら、右足左足を曲げて両手で足先を持ちます。一度おでこをつき、はーっと力みをほどき、吸って、手の甲でこう押し上げるようにして足が上がってくる、膝がパカッと開かないように注意して、ダヌーラーサナ弓のポーズ、全身の引き締めポーズです。はーっと吐いて、ちょっと体ゆすれる方、上下に少しゆらゆら動きを止めたら、まずは足をこうゆっくり伸ばしてみてください。で、両手を前に持ってきて、手を重ねて、先ほどと反対側のほっぺたを置いて、またお尻ゆらゆら、動きを止めたら両膝を曲げて、またサイドにゆらゆら、車のワイパーのように足を使って、動きを止めます。はい、お疲れ様でした。お顔の横に手をつき、チャイルドポーズ、最後もう一度リセットして終わりましょう。かかとの上にお尻、おでこマット、口から息を吐いて、背中を丸めてロールアップ、肩をすくめ、吐いてリラックス、最後はあぐらで座って、ご自分の座を整えて終わっていきましょう。お尻蓋集まっと、骨盤を立て、背筋を伸ばし、今日もヨガのプラクティスができた自分の心と体に感謝を向けて、両手胸の中心、そしてこうやって一緒につながってくださったこと、とても感謝、嬉しく思います。顎を引いて、いつもありがとうございます。また自分に集中する時間を作ってみてください。オムシャンティナマステ、ありがとうございます。お疲れ様でした。いかがでしたか？また一緒にヨガやっていきましょうね。ヨガは外側、体からのアプローチで心に作用していきます。今日は体を整えて、特に今日は体幹を意識していただくことで、自分の軸を鍛えていきました。しなやかで強い自分軸作っていきましょうね。またね。バイバイ。いつもありがとうございます。言わんのかい。失礼いたします。